審判視点で見たアーロン・ジャッジのホームランがヤバすぎる。ジャッジのホームラン審判カメラで見るともっとヤバいな。審判はいつもこんな感じで見れてるのか、羨ましい。今回のホームランはかなりすごかったけど、審判視点さらにヤバいわ。これが大谷翔平から MVP を奪える男の打球か。打球の弾道綺麗すぎだろ。ボールが空に消えていった。ライナー性の当たりだから余計にすごく見える。打球が速いからなのか、突然消えていくな。打球もそうだけど、打席から見る景色ってめちゃ良い。ドームが良いと思ってたけど、これ見たらどっちも良いなと思えた。これ他の強打者の視点も見てみたい。やっぱ大谷翔平のホームランバージョン見てみたいな。この視点が一番凄さ伝わる。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。